桂馬か跳ねるべきですね。で、まあ5筋で交換していってっていう感じで、5筋ができんなら今度はこっちから行きましょうか。お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということでやっていきましょう。相手の方がですね、嬉しの竜が得意な初段の方なんですけど、問題は嬉しの竜じゃないことですね。まあでもこれは角換わりね、手損なしの後手番の角換わりやってって、まあどうなのというところですね。まあ後手番で普通に魅力できればまあいいかなと思ってるんですが、まあ銀上がっときますか。角換わりで金上がってって、これなんか相身になりそうだな。相身力になりそう、そんな匂いがする。で歩ついて、でこっちの歩ついて、でこれはね、右玉に来るんですよねっていうちょっと確認の意味があったんですよね。で俺はこっちつきません。俺はこっちつきません。で、まあ5筋の歩はついとこうかな。で、銀出ていくみたいな感じにしようかな。まあ銀出ていって5筋で交換してみたいな感じかな。まあそこの歩は交換さしといて、まあ歩打って、で5筋で交換かな。桂馬一回跳ねるべきか。桂馬一回跳ねるべきですね。で、まあ5筋で交換していってっていう感じで、5筋ができんなら今度はこっちから行きましょうか。うん、でこれで一歩持って相手のこっちの端を攻めていきたいところではあるんだけど、ここで考えてますね。桂馬跳ねてくるのかな。ほう、それは何。これ歩つくと、歩ついて、歩ついて同桂同桂同銀、ここに歩が落ちとる。銀の形わからん。ん、まあ歩つくと、銀銀みたいな狙っとんかね。角のラインとか合わせて、あーでも一回打ってくるんだ。まあそれは一番下まで引いとくわ。うん、これでまあね、飛車狙われる筋はなくなったんですけど、これは何狙い？まあ睨んでますよっていうことだとは思うんですけど、ここに出てきた時に取れないよねっていう話はあるんやね。飛車よけ、あ、玉よけときますか。俺玉よけといて何でもないならそれでいいんだけど、玉よけといて歩突かれても同銀同銀同桂でしょ？ん？同桂同桂同銀でしょ？うん、避けといて何でもなさそうやけどな。で、これで一応俺ここの一歩得してる、まあ瞬間得してる形になるんで、それは同桂同桂同銀でダメなん？こっちに出てくる手があるんか。桂桂銀で、そうね、あ、ここ歩叩けるんか一応。はあ、まあでも普通は同桂ですよね。桂馬さばいていってどうなのっていう話はあって、まあ同桂かな。同桂同桂同銀で、まあそれはこっち行っといていいんじゃない。こ、待てよ待てよ、落ち着け落ち着け。引く手もあるし、こっち出ていってこっち削っとく手もあるんよね。銀で銀が下がる手はさすがになさそうな感じもするんだけど、銀で
出てこられて、まあ取って取って、ここに銀がおるんでしょ。7分。まあこの銀との交換はウェルカムな感じもするけどな。まあこっち出ますか。この歩を生かしてね、どうなんかなと思ってるんですけど。それはね、どうなんでしょうね。なんかね、重い気がするんだよな。取って取って銀打って弾くか、で金打って避けて、なんかどっちかぶっされてみたいな、それめんどくさいな。だから取って取って銀打つんかな。で強く弾いておいて、こっちは何があんの？角銀桂があるんか。馬がここでしょ？馬この辺に引いてくんかな。強く弾いておいて問題ない説。手番もらった時に何するか問題ではあるんだけど、か重たいならこうやって避けとくとか。避ける手はさすがにないかな。避けてなんかある？避けて瞬間なんもないんやったらなんかな、なんか避けていいんだけど、避けとく？避けてみる？なんか避けるとは違う気がするんやけど。はあ、なるほどね。銀がいなかったらここ成り返れるよねって話。この桂馬を出すからこの銀ちょうだいっていう設定とかあるのかな。一応この銀取った時に馬が成れるっていうのがあるのね。はあ、そうなのね。じゃあここの歩はまあ角とか打って受けてもいいしな。角は遠くここに睨んでますみたいな感じでどうなんかな。まあ角かな。でこれで取っといて、これ歩成りが入ると王って飛車取りなんで、こっちが早いですよ。銀出てくる手とかは、そういう手はアウトですねそういう手はアウトですね。これで飛車がボロですね。何になってんの？ここ3枚聞いとんのか。1,2,3 枚を1,2 枚しか聞いてないから、これはシャットアウトしとった方がいいかな。桂馬とかでシャットアウトする。角ぶっち同歩。まあ成られても同銀同銀で生産しとればいいし、まあ桂馬かな。桂打ってこういって、なんか詰みがあるんだったら詰みでもいいんだけど、なんか逃がしたくないよね。桂打ちから詰みがあるか。桂打ちが詰めろだったらいいんだけど、桂打ちます、まあなります、なんか避けます、まあ仮に避けたとして、で取りますやから、飛車打ちはちょっと微妙か。桂打ちが詰めろではあるんだけどみたいな。桂打って飛車打って瞬間詰めろなんだけど、まあ桂馬かな。ちょっと時間がないんで読み切れませんでしたがどうなのみたいな感じですね。でこれでまあ一応桂馬は取られそうなんだけど、これさ、なんか飛車とか打ったらどうすんのこれ。ここら辺に飛車下ろしとく？こっち逃がさないよみたいな。飛車下ろします、取られます、歩打ちが入って、なんか微妙やな。この瞬間なんかできそうなんだけどね。歩なんかこっち逃がしたくないんだよな。ここいやわかんねえけど、とりあえずこの辺に逃がしたくないんだよな。
飛車打っとくか。なんか違う気がするんだけどな。え、それって取れるよね。馬で取ってこっち帰ってきて、ん？馬で取るよねこれは。2分30秒桂馬ジャンプもしたいしな。なんかいろいろありますね。いや分からんなこれ。こっち取っとくか。ちょっと分からんかった。なんか積みか詰めろかなんかあったかもしれないんですけど、ちょっとわからんかったんで、なんか踏み込めたらよかったんだけどね。まあそれは一回は風かな。でこれでまあ角をシャットアウトしといて。なんかあるかな。2分。馬飛び出る、角が飛び出る、それが詰めろでもなんでもない。まあまあ出ますか。まあそれはね、一応なんていうのかな、読みの範囲内ではあるんだけど、なんかね、積みそうでつまんのだよな。垂らしますか。いやでもここ打たれるもんね。銀か。1分30秒。これが一応馬灰までの詰めろです。こっちはね、桂と角だけなんで2枚の積みはないよねと思ってるんですが、歩打ちはまあ馬入って下がって銀打ちまでかな。なので金下がる手が見えるんだけど、金下がる手もぶっちから同玉で金打ちがあるもんね。で金下がって飛車ぶっち、それはねこっちから詰みっすね。1手2手3手詰めかな。これで金銀打てば詰みですね。はい、ありました。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。はい、いかがでしょうか。今回ね、相見技術の戦いとなりました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。